6年ぶりぐらいかな、6、7年ぶりですね、モータースポーツのね、こういう舞台に帰ってきたのは。ワンツーとかね、狙うんじゃなくて、とにかく狙うはトップなんで、まあ、勝負となるとね、やっぱり結果なんですよ。優れた車と優れたドライバー、まあ、この2つが噛み合った時にやっぱり結果って出るんで、世界中の皆様に三菱自動車を知ってもらういい機会だと思うんですよね。チャイポン選手、総合トップキープできてますしね、安定したね、戦いができたと思います。パンクトラブルで遅れた、リファットもね、今日も総合順位に上げてきてるんで、非常にこう楽しみですね。今回ね、かなりハイスピードの SS が多かったんで、排気量でね、勝る、まあ、ライバルチームには不利な部分もあると思うんですけども、ホライトンってね、すごいトータルバランスものすごくいいんで、車重も含めてね、ハンドリング、乗り心地、耐久性、信頼性、ね、まあ、これでね、本当のノントラブルで来てくれたんで、まあ、本当にね、嬉しいね。久々のチーム三菱ラリアートの復帰戦なんですけどもね、優勝することができてもう本当嬉しいですね。まあ、チャイポン選手がね、本当レグ1で、まあ、飛び抜けてね、やっぱり、まあ、今回振り返ってみるとね、レグ1が一番難しかったかなと思います。特に前半コースが悪いところで一気にねタイム稼いでくれて、徐々に2位との差を広げながら、まあ、最終レグまでねノントラブルで、来れたんで、
理想の戦い方ができたのかと思いますね。どんな路面でも安定してやっぱり速く走れるっていうのがトライトンの魅力の一つだと思うんで、まあ、それがね今回遺憾なく発揮できたんで、まあ、それが好結果に結びついたと思います。今度はね、まあ、ディフェンディングチャンピオンとしてねまたこの大会にね臨みたいと思ってます。Drive your ambition, Mitsubishi Motors.